テレビ朝日モーニングショー、自衛隊侮辱と責任転嫁で大炎上。本日放送されたテレビ朝日のモーニングショーの中で、琉球新報出身の前泊弘森教授が、沖縄県における感染拡大について、次のような暴言を吐いてしまいました。GoTo トラベルキャンペーン、よく GoTo トラブルと言われている。GoTo が始まるから、沖縄県が隔離用ホテルの契約を解除した。国が GoTo を始めたから隔離をホテルを確保できなかった。GoTo というミスの声で感染が拡大し不作為の罪がある。自衛隊を活用すべきだ。自衛隊は沖縄には都などにいらないと言っても基地を作って押しかけてくる。入ってきたのに何の助けにもならないのか。県の要請を待たず。 国がしっかりと動くこととが大事だとなっておりましてこの前泊さんの主張、沖縄県の玉城デニー知事が、沖縄県が無能だと主張してしまっておりますが、理解されているんでしょうか。まず、ホテルとの契約を解除したのは沖縄県であり、日本政府は沖縄県に対し、何度も隔離用のホテルを確保するように要請し続けております。 また、日本は地方自治が進んでおりますので、基本的に災害対応は自治体の責任であり、国が勝手に動くというのは、よっぽどのことがない限り、難しいというですね、事実もございます。また、沖縄の感染拡大について、前泊さんのお言葉を借りるのであれば、沖縄県の玉城デニー知事の PCR 検査を希望者全員に拡大するという密室の行為で感染が拡大し、隔離用のホテルも確保していなかったという不作為の罪が生じておりますが、こういった沖縄県の玉城知事の失敗をですね、政府になすりつけても、自衛隊になすりつけても、沖縄県における感染拡大が 収束するわけでもございませんまた自衛隊は第二の沖縄戦を防ぐために命がけで仕事をしておりますがテレビ朝日には「モーニングショー」には前泊ひろもり広森さんには速やかにこの稚拙な暴言について撤回をし自衛隊の皆様に謝罪していただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。